はい、死にかけたんですよ。とにかく巻き込んだんじゃないよ、その家族をよ。もうちょっと変に思いましたけどね、梅雨時でもないのに異常に湿度が高かったですね、その時はね。状況がわからないんですけども、どこにいらっしゃいますか。牛の国前だか何だか知らないけど、身に覚えあるでしょ、あんたたちもよ。こんなことになるなら行かなきゃよかった。